全国の今日のゲリラ雷雨情報をお伝えします。まずはいただいておりますウェザーリポートをご覧ください。群馬県館林市からいただきました。現在うっすら青空がありますが灰色の雲優勢の空模様となっていますといただいております。隙間から空が見えていますが雲多めの空ですね。今日の関東地方は午後はにわか雨や雷雨の可能性があります。では今日の雷雨発生確率マップを見ていきましょう。今日は特に中部地方の山沿いや関東の北部山沿いまた西日本方面でも近畿や四国九州にかけて内陸を中心にさらに東北地方は平野部でもにわか雨や雷雨の発生の可能性があります。日差しが届いていても天気の急変にお気をつけください。また北海道でも一部で雨が降り強い雨雷雨となる恐れがあります。今日の天気の変化各地お気をつけください。以上今日の雷雨情報をお伝えしました。